ちょっと待て、こいつのギター、お前はどう思う？ひどいな、持ち方さえ変だし、プロじゃない俺でも素人なのに分かる。これはこれは手厳しいな。よく聞けよ、そこまでひどかないだろ。この男は心に傷を負ってる。音を聞けば分かるんだ。もっと動きをつけた方がいいな。指使いはめちゃくちゃだし、テンポもひどいもんだが、光るもんはある。人を褒めるのが本当得意だな。お前もこうやって路上ライブから上り詰めていったのか。笑わせるな。別にトップを目指してたわけじゃない。世界の目を覚まさせるので忙しかったからな。トップに立つのもあるかないだろう。注目を集めることができりゃ世界を動かすのも楽になるんじゃないか。まやかしだ。レコード会社のために書き上げた歌詞が共感を得られると思うか。理想ってのは一度捨てたら大枚はたいても買い戻せねえんだよ。はいはい、少なくともいくつかライブをやったんだろう。その記憶なら見た。ああ、場所にはこだわらなかった。公園、工場、アングラのクラブだが、客は最初からいた。俺たちのことを知らずに録音してたやつもいたもんだ。つまり侍設立当初のライブ音源が手に入るかもしれない。ならそのテープを探してみる。ひょっとしたらお前の大ファンになってサインをねだるようになるかもな。なる気ねえだろ。冗談はともかく、そんなテープ今でもまだ残ってると思うか。この辺にレインボーカデンザがある。解散前によくやってたクラブだ。音楽が分かる連中が集まるいい場所さ。あそこでなら何か分かるかもな。ジョニー、お前が好きだった場所レストランになっちまったみたいな。ここも大量消費主義の犠牲になっちまったのかよ。50年ぶりなら無理もない。これだから死んだ英雄を蘇らせるのには反対なんだ。命がけで守ったもんがゴミ扱いされてるのは見るに耐えねえよ。で、準備はいいのね、店員さん。レインボーカデンザって知ってるか。また来たな。君みたいな若者まで探しに来るとはね。どういうと？最低1日1回はボロボロの革ジャンを着たジージーがやってきて、昔ここらにあったクラブはどこだって聞いてくるんだ。俺は繰り返し20年前に企業に買収されたって教えてやらなきゃならない。こりゃ案内板でも立てた方がいいんだ。レインボーカデンザでファンが録音したライブ音源について調べてる。サムライのとか知らないか。サムライ、サムライ、ああ、あの薄気味悪い顔がロゴのだろ。俺でも知ってるぞ。そいつらのシャツを着て仲間と一緒に大騒ぎする男がたまにこの店に来るんだ。そいつにはどこに行けば。あなた、そこに20年代に生きてるみたいな偏屈だぜ。そうだな、この店の近くにある市場でよく見かけるな。全部で32の企業に対し法人税の支払い義務を。何か売ってるのか。多分君が探してるようなもんもそこにあるんじゃないか。その店じゃ古臭いインディーバンドの誇りまみれのテープばっかり売ってる。誰も聞いたことないようなアーティストのやつばっかりさ。リンゴ、ありがとな。なんと99対1で可決されてしまいました。なあ、レーザーポップは置いてるか。アスクラックスのやつとか好きなのか。そんなもん売ってない。うちは本物の音楽しか取り扱ってないんだ。落ち着けって。冗談だ。レーザーポップだ。よりによってうちの店でレーザーポップだって。いい品揃えをしてるって聞いたんだ。いいの定義によるな。
あるのはカルティジアンデュアリスト、ユーロダインのが何枚か、それにテインテッドオーバーロード。侍はあるか。おいおい、聞くまでもないだろう。ネバーフェイダーウェイ、ダンシングウィズマイアックス、チッピンに何でもあるぞ、全曲な。ジョニー・シルバーハンドはまさにロックの救世主だった。ただでレコードを配りたいとこだが、こっちも商売だからな。あんたシルバーハンドの大ファンみたいだな。そうとも、俺はそれを誇りに思ってる。シルバーハンドは今のチャチなロッカーが夢にも見れないほどの何かを持ってた。銀の手とか。ほとばしる熱い魂に決まってるだろ。あいつは企業中心の世界を変えようとし、理想のために命を捧げたんだ。同時にテロリストでもあったと思うな。ヴィンテージ品を探してる。例えば侍の初回ライブ音源。初回ライブだ。あんたまさか本気で言ってんじゃないだろうな。それがどれだけ価値のあるものか分かってるのか。音源の話をどこで聞いたのか知らないが、忘れるんだな。そこら辺のやつになんか絶対に渡さない。おい、甘く見るなよ。俺はシルバーハンドマニアだ。ならエピソードを話してみろよ。最後にケリーに送った言葉を知ってる。侍を抜けて自分のやりたい音楽をやったらどうだって言ったんだ。俺だって2人だけの時の会話ぐらいいくらでもでっち上げられる。証明できないんだ。レインボーカデンザがまだあった頃、よくあの店に行ったんだ。当時のライブ音源があればいい思い出になるんだが。バカな話はよせ。侍の初ライブを覚えてるような年じゃないだろ。お前さんはまだ生まれてもなかったはずだ。外見で判断しない方がいい。この顔はインプラントかもしれない。いいだ。なら証明してみろ。侍の3回目のライブはどう終わった。ジョニー、お前なら当然答えは知ってるだろう。侍のことなんだから助けろよ。なあ、3回目のライブな。昨日のことのように覚えてる。ステージでギターに火をつけてぶっ壊したんだ。客は大喜びだった。どうして？早く答えろ。簡単だ。ジョニーがギターに火をつけてぶっ壊した。あずれ。やっぱりな。駆け出しなのに楽器を壊すやつがいるか。買い替えるのにいくらかかんだよ。おい、ジョニー、なんで手を貸してくれないんだ。面白いからさ、退屈だしな。誰がホイホイ協力してやるかよ。なんとか言ったらどうなんだ。3度目のライブはカデンザでやったんだが、ちょっとした火事になってな。酔っ払いがそれをビールで消そうとした。デニーのアフロが焦げちまって、しばらくカツラをかぶる羽目になった。テックの髪は嫌なんだとよ。待てよ。そうだ、火事があった。デニーの髪がチリチリになっちまったんだよな。そうそう、あれ実はジョニーのタバコの火の不始末で起きた火事らしいぜ。ざけんな。あれは絶対ケリーのだ。クソ、問題が起きれば何でも俺のせいかよ。あんたがあの場にいたなんてまだ信じられないが、どうやら生粋のファンなのは間違いないみたいだな。とにかく違いのわかる若いもんには出血大サービスだ。テーブルの下にあるものを見てみな。ほら、遠慮するな。これが欲しかったんだ。持ってけ。シルバーハンドの言葉を広めてくれよ。時は最良の死なんて言うよな。前は俺もそう思ってたんだ。でもこいつを見ろよ。この年でまだ2020年に生きてる。お前の大ファンだろ。あえて嬉しくないのか。
吹っ飛ばしたはずのアラサカタワーが変わらずそびえ立ってる。それと一緒だ。延々と過去にとらわれてちゃ何の意味もねえんだ。自分たちで、自分たちの手で世界を変えねえと。60年も経ってる。何かしら変わってるはずだろ。変わったのは表面的なことだけだ。新しい接続プラグだの、わけわかんねえフルーツ味のクソ甘いシロップだの、荒坂の連中も側が違うだけで中身は昔と全く変わらねえ。そんなことはない。俺たちにはそれが見えないだけで変化は常に起こってる。なあ、お前の言う通り人間は変わっちまったさ。機械が混ざった肉の塊になる。仕様じゃなかったけどな。どうせ横に巨乳のブロンド美女の絵でも入れてたんだろう。別に巨乳専門じゃない。あとブルネットだ。これは直せそうにないな。このままスクラップ送りだ。写真の男、あんたか。これをどこで手に入れたんだ。ジョーシーのボロボロのバイクと一緒に見つけたんだ。彼女に何があったのか調べてる。ならあんた警官か。さっさとバッジを見せろよ。俺は一般市民だ。ただ事実を明らかにしようとしてるだけさ。彼女に何かひどいことがあったんだな。くそ、クローズの奴らはあいつを気に入れなかったんだ。町を出ろって言ったのに、ジョーシーはそれを無視して。あいつは自分のバイクを壊された時、仕返しするって言ったから止めたんだ。でもボスのバイクを盗んで追いかけられて銃撃戦になった。その後はわからない。だから確かに何かひどいことが起きたんだろう。何かわかったら知らせてくれ。何でもいい。いいだろ。何か当てはあるか。いや、連中に追われて地下鉄で南に逃げたってことしか。ジャパンタウン方面からのレッドラインだ。だがどこで降りたかはわからない。まあ手がかりがないよりマシだな。じゃあ後で。ジョーシーの新しい情報は。何も。そっちもダメそうか。
相当時間がかかったようだな。地面を引っかいて爪が向けてる。ひどい死に方だな。いい死に方なんてないぞ。俺は知ってる。ジョーシーの遺体を見つけた。お前のせいだ。一体何言ってやがる。分かってるくせに罠にかけたんだろう。仲間が彼女を始末するのを知っててな。仕方なかったんだ。あの女はボスを裏切ったんだぞ。他に選択肢はなかった。でなきゃ俺が始末されてたんだ。もしお前が単に彼女を騙してたのなら、利用するために好きなふりしてただけなら、この街にあふれるクズの一人で住んでた。だがお前は彼女を本気で好きだったんだろう。なのに彼女を差し出した。つまりお前はクズ以下の存在ってことだよ、ジェイミー。うるせえ、黙れ。てめえなんか殺してやる。やれるもんならやってみろ。助けを必要としてる。名前はマックス・ジョーンズ。本人は認めないかもしれないけど、急がないと命が危ないわ。マックスはジャーナリストで私の友人よ。彼を私のところまで送り届けてほしいの。抵抗するようなら力ずくでも構わない。とにかく頑固なやつなのよ。添付の詳細を確認して。お偉いさんまで出てきて。
ところが撮影が済むとあなたたちにはもうお構いなし。ああそうだ。しかももらったインプラントまで返却させられた。こんな第一世代のポンコツと交換しろってな。汚い連中だ。何もかも奪われた。これじゃ俺たちはまるで。ええ、わかりますよ。お前コープか。言わなきゃ撃つぞ。コープじゃない。俺は B、 レジーナに頼まれてきた。レジーナだと？クソクラへと伝えろ。弾は入ってるのか。どうしてそんな脅しをかけたんだ。コーポが口封じに来たのかと思ったからだ。頭を打ったら同じことじゃないか。自分で手を下したかったんだ。何もかも企業に操られてたまるか。俺の死に方は俺が決める。今のもレジーナに伝えといてくれ。俺は彼女とは違う。来る途中であんたのインタビューを聞いた。監視映像でお前を見かけた時に流し始めたんだ。理想通りには仕上がらなかったが、それでも真実を公にできた。もう知ってるだろうが、あんたに死刑執行令が出てる。そうだな。それを知ったレジーナがあんたを助けようとしてるんだ。助ける？助けが必要なのは向こうだろ。彼女は俺が知る最高のジャーナリストだった。憧れの的さ。それが今やあのざまだ。俺は信念を曲げない。絶対にな。レジーナに憧れてたのか。俺だけじゃない。彼女はナイトシティで一番の戦場リポーターだった。でも今はフィクサーだ。ああ、魂を売っちまったのさ。昔は違った。メディアには何かを変える力があったんだ。俺たちは悪党どもの動きを細かく追ってた。なのに今じゃホルトとアラサカの関係を暴いても誰一人気にしない。どうして退役兵の取材にこだわったんだ。誰も興味を持たないのに。誰かが疑問を抱けばいいんだ。お前だって今なぜだと気になっただろう。小さな違和感がいずれ人の考えを変えるかもしれない。やってみなきゃわからないだろう。あんたがどれだけ訴えても企業にしてみれば蚊が飛んでるに過ぎない。なら飛び続けてやる。今や企業が警戒するのはメディアじゃなくてフィクサー。切れ味抜群な情報を掴んだ彼らこそが脅威だ。ああ、レジーナのせいでヨリノブは夜も眠れないだろうよ。話はもういい。さっさと行くぞ。俺はどこにも行かない。なら力ずくだ。やってみろ。真実を知りたいんだろう。だったら今のレジーナがどんな奴で何のために戦ってるか直接会って確かめたらどうだ。少なくとも彼女はそれを求めてる。マックス、話をしよう。だがそれだけだ。それで十分さ。分かった。いくつかダウンロードしておくものがある。お好きにどうぞ。運転手付きか。次は何だ。シャンパンと合成ハマキが出てくるのか。もたもたするな。行くぞ。じゃあな、マックス。うん、またな。
ったわ。あの頑固者を説得できてよかった。あとは私に任せて。仕事はこれで終了よ。よし、話の続きだ。レジーナとうまくいってないんだって。ちゃんと話す気はないのか。お前たち二人がどんな仕事に手を染めてんのかを知ったよ。破壊工作に盗みに殺人。それがフィクサーだろう。違うか。なんで何も教えてくれなかったんだ。これじゃ騙されたも同然だ。笑顔を見せろ、お姫様。これでどうだ。うん、自分で頭を打ち抜いてないだけ進歩したってもんか。進歩？これが進歩だというのか。これからどうするんだ。メディアの仕事はやめない。好きにしろ。言われずともそうするさ。ここには残るんだろう。出なきゃまた俺を探しに来るってか。どうせ報酬の額次第なんだろうけどな。B、 ある警官が捜査の協力を求めてるの。いつも違法スレスレのことをやってるやつだから、傭兵と組むことなんて何とも思ってない。詳細を確認して。
なんだ。アーロンか、B だ。記録を手に入れた。おお、フィーか。また聖書教会のバカどもが押し売りに来たかと思っちまったよ。入りな。それで途中で問題はなかったか。あったけど片付けた。本当にタフなやつだな。だから生き残ってこれたわけか。じゃあ早速記録を渡してくれ。善は急げだ。この記録は何かの捜査に使うんだよな。まあな。しかもかなりの山だ。おかげで有力な手がかりが手に入ったよ。ほら、これだ。ありがたい。お前の仕事ぶりは広めといてやる。アーロン・マッカールソンのお墨付きだ。それはどうも。じゃあな。おかげでアーロンも私も満足よ。警官と良好な関係を築くことは重要だからね。仕事は完了。すぐに報酬を送るわ。